はい。数学を担当します。鈴木真夏です。よろしくお願いします。さあ、今日からですね、ゼロから数学のベクトルを始めていきましょう。で、このゼロから数学のベクトルのですね、目標は、一人で教科書レベルの問題が解ける。ね。それを目指していきましょう。で、そのために、まずは言葉の定義だったり、ね、簡単な例題だったり、そういうのを一緒に学んでいきましょうね。では、 早速本題に入っていきたいと思います。さあ、そしたらですね、まあここにもう絵が描いてあるんですけど、今、あなたはこういう風な道、ね、で作られた街にいまして、ちょうど A のところにいたとしましょう、ね。で、そこにですね、ある方がやってきて聞くわけですよ。ちょっと B に行きたいんだけど、ね、道を教えてよと。 そんなときあなたはどうやって伝えますか ?A のところから B っていうものについてあっちっていうふうに説明しますかねあっちに行きゃいいんだよって,言って。でもそこの部分って建物ありますからね。それを信じて相手方が突き進んだとしたらね、不法侵入で逮捕されてしまいますから。もうちょっと 通れる道で説明していきますよね。どうやって説明しますまず、ね、こっちの方向に3ブロックですか、えー、進んで、そこから左折して2ブロック進んだ場所。ね、えー、そこに B っていう場所がありますよと。こういうふうにね、説明したり、またまたね、 こっち側。こういう風に説明したい。A っていうところから B っていうところまで直線距離で考えていくと、ね、進みにくい場所でも、遠回りしてでもいいから分かりやすくその場所を説明する。こういうことをよくやりますよね。これがですね、このベクトルの大事なところになるわけです。いいですか ベクトルっていうものは、こうやって、どこかの位置を、ね、遠回りしてでもいいから、わかりやすく説明していって、ね、結局、その位置っていう場所を特定していく。これが基本になります。でもね、位置の特定って今まででもやってたじゃないですか。ね。それは、これね、座標って言われるやつ。座標っていうやつで、この点、 今、21っていう風に書いたけれども、この21っていう場所、どこですかって言ったら、原点を基準にしてあげて、X 軸方向に2個、Y 軸方向に1個行った場所。これで説明できるじゃないですか。だから、すべてのね、まあ平面上の場所っていうのは、こういう風に座標軸を取ってあげたら、今までも説明できてたから、それで良くないかいと、思うかもしれないけど、 この座標っていうのは、ちょっとね、縛りが強いのよ。原点っていうところを必ず基準にしなければいけません。そして、X 軸、Y 軸。これは垂直に設定しなければいけません。こういうふうにですね、ちょっとね、ガンジガラベなルールなわけですよ。だから、例えばこっちの話で言ったら、ここ。 おっていうところを取りましたけどもね、ここを基準に常に説明しなければいけなくなるし、さらに今ね、これ平行四辺形の道がこうね、出来上がってますけれども、そこでも、垂直になるように軸を設定しなきゃいけないし、なんかちょっと違和感感じるじゃない。ね。 道がこう平行四辺形になってて、しかも自分はここにいるんですよ。だから自分自身の場所を基準としてあげて、わかりやすい軸の設定をして、どこかを説明していく。こういう方がわかりやすいじゃないですか。そうなんですよ。だからそういうことができるように、今からこのベクトルというものをですね、学んでいくんです。ベクトルっていうものは、 今めちゃくちゃこう書いてありますけども、矢印のお話。はい。ということで、ベクトルというものがですね、矢印から出来上がってるんですけど、その矢印って何なのかっていうところからですね、まず見ていきましょう。いいですかはい。じゃあ、こちらですね、有効成分とベクトルと。ね。有効成分って何かって言ったらですね、線分というものがまず、A のところから B のところまで。 ここからここまで結んだ線分。終わりがあるやつね。始まりと終わりがあるやつ。これが線分。もし終わりがなかったら、この2点 AB を通る直線とか、A から始まって B の方を永遠に行くっていう半直線っていう名前がありました。A から始まって B で終わるものが線分。ここにね、向きをつけましょうと。ね。こうやって矢印のマークをこうつけてあげると、向きわかるじゃない A の方向から B の方向に向いたっていうふうに分かるよね。そう。今までは A と B をただ結んだ線だったんだけど、そこに矢印のマークをつけてあげることによって、線分に向きをつけたわけ。だから、線分に向きがあるわけだから、それを有効成分っていうふうに言うわけね。ごめんね、今ね。有効線分だね。成分じゃなかったね。有効線分っていうふうに言いますよ。 で、その時、はい、A のところから始まって、矢印の先っぽ、こちらが B のところで終わってます。だからこの有効成分のこちら側を支点と言って、こちら側を終点っていう風に名付けましょう。ですね。で、ベクトルというものはですね、この有効成分の向きと大きさ。 向きはわかると思うけど、大きさっていうのは線分の長さね。線分の長さ。この二つで、そのベクトルというもの、これを定義していきます。だから、ここに書いてあるように、書かれた位置を考えません。向きと大きさが同じベクトルだったら、同じものっていうふうに見なしていきます。つまり、ここの部分ね、こっち側、A からここの部分、ピーっていった。 この横のベクトルがありますね。こっちが、ここからこう行きました。向きが結局、ここから見て右の方向。そして3ブロック分の大きさ。ここから見てあげたら、えー、右の方向。ね、向き同じだね。そして3ブロック分。だから、書かれている場所は違うんだけど、向きと大きさが同じだから、これは等しいベクトル。 これも、これと、向きが同じで、大きさも同じ。だから等しいベクトルっていうふうに考えていきます。こういうふうにね、ベクトルっていうのは、この向きと大きさを兼ね備えた量のことを言います。もう少しね、書き方とかやっていきましょう。じゃあ、このこっちね。うん。さあ、そうするとね、こうやって A っていうところから B っていうところをですね、こう矢印で結んであげました。いいですか A のところが支点で、B のところが終点。この時、このベクトルに名前を付けていきましょう。どういうふうに名前を付けるかって言ったら、支点のところから始まって、はい、終点のところ。この線分の、線分 AB が基準ですからね。まあ AB って書いてあげて、その矢印ですよ。 A から始まって B で終わる矢印ですよってことで、これをベクトル AB っていうふうに呼びます。ねまあ、直線 AB とか線分 AB と同じ感じなので、ベクトル AB っていうふうに呼んでいきます。まあこういうふうにベクトル AB って書いてあげれば、A から始まって B で終わるやつなんだなっていうのがわかりやすいですね。でもずっと書くとね、めんどくさかったりだとかしますんで、 えー、あだ名をつけてあげることがありますね。この方こ,こういうふうにね、こう、ベクトル AB なんだけど、それを小文字で、ベクトル A とかっていうふうに名前をつけることもあります。ですね。で、ベクトルの大きさ。大きさをですね、この絶対値の記号で書いてあげることになりますね。うん、こう、A から見て B までの長さ。ね。線分 AB の長さを、 ベクトル AB の大きさっていう風うに書いていきます。絶対値の記号で、こうやってね、やってあげればいいわけ。さあ、そしたらですね、まあさっきも言いましたけれども、位置とかをですね、気にせずにですね、こう矢印を書いてあげて、で、それで向きも大きさも等しければ、その2つのベクトルは等しいなっていうのがわかる。じゃあそうすると、ここの部分ね、見てあげれば、 今、C から D までのベクトル、E から F までのベクトル、ベクトル CD とベクトル EF っていうのは、向きも大きさも等しいから、こういうふうに、ベクトル CD 以降、ベクトル EF って書くことができる。これどうですかベクトル HG ね。H から始まって G の方向を向いてますから、ベクトル HG。これは、 向きが違いますね。大きさは等しいけど、ベクトル CD と向きが違うので、これは等しいベクトルとは言わない。ベクトル IJ は、ベクトル CD とどうですか同じベクトルではないね。向きは同じだけど、大きさが違う。いい向きと大きさが同じだったら、どこに書いてあったとしても、同じベクトルっていうふうに考えていきます。 さあ、そしたらですね、じゃあ問題1個やってみましょう。というの1番です。ベクトル A と同じ向きのベクトルはどれでしょうか、ね、今ここで正方形のね、えー、マス目がありますけれども、ベクトル A っていうのがこちらになります。1番、2番、3番、4番、5番のベクトルがあります。さあ、向きが同じものは、大きさが同じものは、そして、 等しいベクトルっていうのはどれでしょうかちょっと考えてみてくださいね。大丈夫ですかさあ、そしたら、向き。向きを考えましょうかね。二マス行って、一マス行く。まあ、傾きで言ったら二分の一になっているやつですね。で、右上の方向。こちらに矢印があるやつを探してあげればいい。三番と五番ですね。ということで、三番と 今度は、ベクトル A と同じ大きさ。いいですか向きは気にしない。向きは気にせず、線分の長さだけに着目しましょう。そうするとどうでしょうかね。2マス行って1マス。その時の直角三角形のね、斜辺の部分になります。そうなってるのは、2番、3番、そして4番。向きは気にせず、長さだけに着目しましょう。 いいじゃあ最後。ベクトル A と等しいものはどれでしょうかそうすると、向きも大きさもどちらも等しい。3番ですね。いいでしょうか。はい。ということで、まあ、まずはベクトルの言葉と、まあ、こういうもんだよっていうね、そういうふうな解説をしました。あとじゃあもう一問だけやってみましょう。 はい、じゃあ問いの2番ね。次の値を求めよう。ということで、まあ、ここにね、図があります。直角三角形ね。で、この時に、ベクトル AB の大きさ、ベクトル AC の大きさ、ベクトル BC の大きさ、これらを求めに行きましょう。うん。で、これさっきも言ったけれども、結局、ベクトルの大きさっていうのは、線分の長さの話をしてるから、今まで通りのね、図形の考え方をやってあげて、 この線分の長さを求めてあげればいいからね。いいそしたら、ベクトル AB の大きさ、これどこだろうね。A と B を結んで、B の方向に矢印つけたやつがベクトル AB。これの長さだから、読んだね。ベクトル AC の大きさ。 これは A と C を結んで C の方向に矢印をつけてあげたよ。これの大きさだから5だね。ベクトル BC の大きさ。B から見て C の方向に矢印やってあげてこれの長さを求めましょうと。と、まあ、書いてないね。 まあでも書いてないけどもさ、これだったら出せるよね。直角三角形だから、三平方の定理を考えてあげて、はい。こんな感じになるわけね。今後も、ベクトルの大きさっていうのが出てくるけど、結局はそれは線分の長さだから、 その時は数学1のところで習った三角比だったり今までの図形的な知識を使って長さを求めに行けばいいからね。いいですかさあ、今回でベクトルの最初のね定義だったりとか、ね、言葉について説明しました。まあ、少しずつやっていけばベクトルっていう新しい概念だけれども絶対にわかるから一緒に頑張っていきましょう。ではまた次の動画で。 今回の講座はどうだったでしょうか数学では理解していたとしても自分では解けないっていう問題がよくありますね。だから教科書とか問題集とかを使って類題を解いてみましょう。じゃあ一緒に頑張っていこうね。また次の動画で。